あと1回いける ?330 だから200ちょいでしょ。1回いけるな。1回いける。あ、そうか、ドリブルが残ってんのか、あと。そうだ、まだこの試合ドリブル1回も使ってないのか。そうだな、それがあったな。ハイパーはね、止められたんですよ。だからね、ちょっと警戒してるんだ、今。そうね。スルー、どうしようかな。そうな、まずスルー、スルーだね、とりあえずスルーだな。マサオスルーの、松山か、ソリマチ。来たよ、みんな来たぞ。スルー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 来い。おっとおっとこれはよし PK だ。これは外せねえ。三崎行くぞ。三崎で行こう。さあどっちだこれ。正面はない、正面はないな。右隅、さっき右で取ったから左かな。これは美味しいわら。正面、正面はない。ここは森先に蹴らせろ。宇宙ドキドキする。ははは、美咲って前にポスト上げたような。嘘、こそ正面、森先、くっそ、うわぁ、ポストない正面、あー下を裏切らない、あー、うわぁ、外した。カウンターだ、やーべー、やーべえ、割れた。あ、ドリブルじゃない、マジ。シュートだよ。嘘。2点差ついちゃったよ。あー。やられた。そう、さっきね、右で正面の次右で入ったんで左かなと思ったのにな。こんばんは。まずいな、どうしよう。2点差厳しいね。しょうがないよ、3分の1外した。あれは運だかも。しょうがねえ、運がなかったよ。ほんと PK 運がねえな。マジかよ。カット、そんなカットあるの。取れない。もう取れないよ。いいとこまで行ってんだけどな。パスか。面白い、もう面白いプラス難しいよ。やってる方は結構きついぜこれ。白熱するけど。あ、見すぎ、見すぎ、入ってくれた。見すぎ、うわ、見すぎでもダメか。ボールが見えない、ボールが見えない。ああ、いいとこまで行ったのにな。初めて延長戦まで来たのに。うわあ。ほんとだよ。涙出ちゃう、ほんとだよ。ほんとに出ちゃうよ。さすがにこれはもう厳しいや。3点差はね、うちに決める得点力がないよ、今。強いな。そう、そうなんだよ。ノーマルシュートも入るからね。一回でもかすってくれたらいいんだけどな。おい、ファールやめてよ。こんばんは。今ね、いいとこまで来たんだよ。初めてここまで来たんだよ。ハイハイミス、チャンス、サッカー、わらわら。きついな、これ。さっきの PK が効いてるな。あ、イーグルでもよかったか。バレーボールですの。いやー、あの PK がな、外さなければな。今日の
昨日もだよ、昨日も。そうね、完璧変わったね。バッシングバッターだ、15点か。昨日は10対14だった。いや、見過ぎでも取れないってもうダメだな、本当に。こんばんは、サッカーです。日本代表です。6番誰だっけ、6番誰だ、あ、松山いいね、スル。もう3点だからしょうがないけど、せっかくあの松山のシュートで延長入ったのにさ、何にもできないで終わっちゃうのやだよ。1点ぐらい取ろう。いやダメか、なのかな。イーグルを止められたよ。もうシュートもダメかな。あ、くそ、もうダメだ。いや、あの完璧、あの PK だ、あの PK のせいだ。でもいいとこは行ったな。サウジアラビアか。石崎美咲、あんなに試合やってこれしか上がってないからね、どういうことよってね。まあそれもでかいね。いいとこまで行ったような初めての、まあ OK だわ。3点目ちょっと13点は余計だったけど。松山、あれ反町かシュート決めたの、疲れ。反町も当分使わないと思うけど。何車出せないって。どうしようかな。とりあえずまたサウジアラビアなんで、まあ、いつも通り、てか、余計なことはしない。もう、日単を下げてミス有利の感じでいくわ。それが一番安定してる、もう、後半戦は。日単がね、入るとかない。あそこ以外、フォワード以外ない。わかっ、決めたもん。余計なことしたせいでね、3人使っちゃったから。うん、そう、指示余計なことしないもん。カズオでしょ？あ、じゃあ、待って。あれ？ミサキだろ？誰か余計なやついない？あ、ミスギか。ミスギだ。ミスギ、ミスギ。ミスギやっぱ必要だ。キスギ。キスギはいらん、キスギは。キスギいらない。見すぎときすぎを間違えない。いきます。いやーでも、まあ、選手交代、いやでもなんだろうね、やっぱあの PK だな。 PK で本当流れ変わったわ。あれ追いついてたら逆転いけたかもな。そう、はやぶさは、そうね、はやぶさシュートはダメ、ボレーだね。その後の、その後の答えには返さない。もう何回も言ってるから。もういきなりこれか。始まったな。始まりましたね。多分これバレたね。あれ、日本って普通に蹴ればゴール入るんじゃねって。さっきの韓国戦見られちゃったな。こんばんは。
ごい来るなこいつら。ほんと今日一回も触って、今日も触ってないわ。今日も触ってない。偵察されてるな。試合見られたな。うわ、翼カットされんのマジ。いや、そんなやってないでしょ。30分ぐらいじゃないやったの。やべえな、やべえな。ちょっと待って、さっきと違うぞこれ。おかしいな、さっき翼カットされなかったのにな。ミスギ君は前半から入れたら死ぬんでダメです。後半からもう言わないからね。もうさすがに何回も言ってるからもう言わないね。よし、ミサキをもっと使ってあげたかったな。ミサキを、よし、行こう。終わつ。オーバーヘッド、オーバーヘッド。おいしいとこ持っていくね、ヒューガくん。いつもやんないくせにね。おいしいな、ヒューガくん。ミサキくんのおかげだよ、今のは。いつもあんなことしないくせにな。あれをもっとやってほしいわ、韓国戦の時に。いや、そうなんだけど、もう、それね、やってもね、意味ないんで。前半残り10分か。10分ね。まあ、ここは使わないよ、水井後半からだから。ここはさすがに勝てるんで。いろいろ試してね、自分の中でもう決まってるからやりません。下手なことやらないもん。よし、うん、そう、ボレーだ。ハヤブサシュートは弱い。ボレーの方がまだ強い。中ぐらいのレベル。ハヤブサシュートは弱。これはね、これは勝てますよ。ここはもう何か、もう2回目なんで、3回目か。ちょっとあれを毎回やってくれればいいんだけどな。あ、そうなの。あ、カミソリ、お、ナイス。ソリパス。そうね。いやでも韓国戦はね、さすがにちょっと取れないよな。ニッタをもっと使わないとな。使ってもいい。ミサキかニッタだよな。やっぱり後半にさ、ヒューガ翼がちょっと状態良くないとダメだよね。前半まあ使ってもいいけどさ、それはこの2人はね、やっぱりキーマンだな。あるよ。ちょっとガッツ多いけど使うの。そうな。レベル上がるといいんだけどな、これで。あとはもう状況によってだよね。投入も、ミスギ投入を早くしてもいいんだけど、状況によってだよな。来た、ハヤブサボレー。あー違う、パス。いや、スルーだと今ね、飛んだ、こっちに行っちゃって出たから、新田じゃ取れないから、あれ無理。
誰、翼めっちゃ囲まれてるな。シュート、ハヤブサシュートこれで弾かないから。ダメだな、やっぱダメだ。こんばんは。ダメです、今日一回も触ってない。今韓国に延長で10対13で負けた。ハヤブサダメだな、余裕でキャッチャーね。クソパスかよ、パスか。そうな最高は中国の14点、14点、失点は14点が最高。本当だよね、普通のシュートだよね絶対ね。いやでもね、軟骨まではよく止めてたんだよ、軟骨までは。うわパスカットか、知らない知らね知らね、俺もわからねえ。それはそれはもうテクモに言ってくれ。おっしゃ、前出しすぎかな、キーパー出てくるかな、これ。ヒューガー行くぞ、出てこいキーパー、よし来た。タイガー、あーネオタイガーでもよかったかな、ノーマルタイガーで入るだろうさすがに。これはそう、よし OK、 ナイシュ、勝った勝った、もう勝った、これは勝てる嫌ならね、嘘がないタイガー。タイガーって言われた。さっきもね、タイガー入っ、まあ、たまたま入ったのかな、あれは。いつも止められるんだけど。なんだろうね、あれは。たまたまだったのかな。こんばんは、同じく。毎回願ってる、俺も。あ、さっきの韓国戦ね、さっきの。お、ナイス、よく取った。やっぱ兄弟いないとダメだな。どこだ、パス、たまたまなのかな。もう、よしよし、オッケー。本当？ワールドカップであったの？で、待てよ、見すぎを、あ、でもやっぱ新田と交換しないとダメだよな。カズオ外せないしな。松山は外せないし、正雄ダメだよね。新田だな、やっぱりな。予選なんだ。すごいね、その試合ね。それはやる気なくなるわ、選手も。やっぱ見すぎと新田は交代はもう定番だな、もうこれは確定だね。わかる、絵が古くてもね、面白いゲーム面白いよ。え、森崎だよ、キーパー森崎だよ。ああ、そういうことか。あ、その試合ね。国戦が早くやりたいな。あ、え？あれ？なんで？韓国戦か、延長戦か、やっちまった。
やっちゃった。いや次は回復だな、大丈夫だと思うんだけど、延長戦だからな、しょうがねえな、にすり替えないと。うん、よかった韓国戦じゃなくてガラスが砕けちゃった、見過ぎのハートが砕けた。すぐ変えないとダメだな、多分次出れると思う、次は大丈夫だと思うな。あるよ、そう、あいつはね前後半どっちかしか出れないから、あ100切ったら出れないんだ、だからやっぱ延長戦を考えてやっぱ後半出すよな、前半から出すのは厳しいな、やめたやめた、前半から出すな、やっぱりいいやつだよ森さん、いいやつなんだけど悪くはない悪いとかじゃないんだけどね。松山君、どうなんだろうな、次の試合出れないとまずいよ、あの見過ぎは。あ、うわーダメか、キャッチかよ、堀崎キャッチですか、試合盛り上がって、試合っていうか止めろよ、止めろ、止めてくれ森崎、試合を森崎、やっぱり兄弟がいるといいわ、そう翼くん嫌われてたみたい、あのキーパー練習がめっちゃかわいそうだったな、子供の時見ててボッコボコに打たれてたもんな、軟活の練習の時に。倒れかかってたもんね、あーそうだ、ミスに変えなくちゃ、ひでえ、まぐれ奇跡は奇跡もないのかな、よっしゃ、ツインだな、ツインシュートだな、行くたい、任せろたい、ちょっと見過ぎ早く変えたいわ、よし、オッケー、え中学の前夜、そうだけど、だって軟骨キーパーいないじゃん、森崎以外言っちゃった、補欠にキーパーいないじゃん言わないようにしてたけど、じゃあね、沢田入れるか、沢田と見過ぎ交代、恫喝してやめさせてるからね、キューちゃーん、よし、あ、そうなの、佐野はね、必殺あれあったっけ、佐野は自投か、自投とコンビプレーか、フォワードでしょあいつ、負けた、延長戦後半まで行って負けた、惜しいとこまで行ったっけ、負けた、そうね、代表選ばれてんだよね日本のゴールキーパーってそんなにないのかな、もしかして、カズオ兄ちゃん、ナイス、やっぱり立花兄弟はこれだな、スカイラブだな、なんでさっき外しちゃったんだろう、そうね、今フォワードになったね、そう
若林がねキーパー独占しちゃってるからな。もう高い？ダメ。低い。よし。たまにはジャンボで。あ、本当？人数。うわ。ジャンボで弾かれるんだ。ショック。ショックです。おかしいよ。こいつ意外と止めるじゃん。必殺シュート2本も止めてるわ。やるな。石崎はパスが弱いからこっちにパス。サッカーの試合になってるな、ちゃんとな。点数がサッカーの点数が。よかったよかった。ね、ほんとね、そうだね。本当にシュート。あと10分あるのか。あ、何枚ば？ 2 枚ば？ 1 枚ば。弱え。松山、そう、文字先もジュビロ。え、ハコボですごいね。ソーダのカミソリはもう効かないね。あ、そうなんだ。マジ？また、あ、チャンス。ジャンボで。あ、ミサキのガッツがない。あれ？なくなってる。あれ、俺そんな使ったっけ。ちょっと待って、じゃあパス。スルーダメだな。そうか、ミサキそんな使っちゃったか。ジャンボレで結構使った。まあ、たまにはいいよね。たまには。いや、だってこの試合だけじゃこうやってまともにシュート打てんの。打たしてよ、たまには俺にもシュートを。いつも俺打たれてんだから。おいおいおい、ファールやっちゃったよ俺。ありがとうございます。いつも俺打たれっぱなしなんだから、いいでしょ、たまには余裕な試合ぐらい。いや、ヒューガで行く。ヒューガは左はもう怖いな。右だな。左。ヒューが左？真ん中。いや、真ん中多分ない。構えてるあいつは。左。おっしゃ、危ねえ。よかった。右なし。左。今だけだよ、こんなに失敗シュート打てんのは。次から本番だよ、もう。決勝じゃ今負けた。負けて1個前に戻った。トラウマだよね。なんかマスコミにえぐられそうだわ、ああいうのって。フォアディフェンスないよ。それ毎回言ってねえか。もう4回目ぐらいでそれ答えたの。ない。ライジュシュートっていつ出るんだっけ、あれ。何編で出るんだ。本当。このパス通るか通らなそうだな。いけ、数置いて。あー、ダメか、兄ちゃんがいないか。あ、てか森崎、あ、さっき出たか。いけ。いやー、てかどうしよう、カズオはワンツーじゃないとダメなんだよ。はい、こんばんは。ホリオテローニ、ザテローニじゃなくてホリ
オ、ボツオじゃないのか、ホリオか。あるよ、ゼロ点、あるよ、ある、あるよ。今では何回もありますよ。だから日本代表になってからはないです。あ、でも。あ、ないか。ないな。ない。ないの。このゲームで日本代表ないわ。てか今点数入った？あれ？ホリオは誰かわかんないわ。そうね、これアプリでもいいかもね。スマホでもいいかもしれない。メダードすごかったな。トーマスガチャ森さん発狂しそう。ガチャの 50% が森崎とかね、発狂しそうだわ。絶対炎上するわそれ。ファール、ファール。色違いの森崎しかでん。そうそうそう。大学受験希望だもんな森崎。ネオタイガー、ネオタイガー、星5の森崎。あ、ネオタイガーないよ。まあネオタイガーない。星5でもあれでしょ、若林とかよりレベル低いんでしょ。他ネオタイガー？翼来ちゃった。たまにちょっとね、最後誰かに打たしてやりたいな。ヒューガじゃなくて。どうだ。あ、センタリングならないか。まあちょっとわかんないな。松山神経を研ぎ澄ました森崎とかね、 SR で何かに目覚めた森崎とか、そういうのあるんじゃない。ガチャってそれだったら俺発表するわ。そう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 。はい、ダメですね。キャッチか。そう。よし。ここはもう余裕なんだ、余裕。さあ、韓国だ。お、レベル上がった。お、みんな上がったね。必殺技、何度も抜かれたまるかと、体どっか当たってくれと、あとポスト。どうよ森崎、どうよ。20だよ、20だったのは21。レベル上がったよ。1上がった。1、今日4上がってます。今日5上がってますよ、今日の配信だけで。21になったよ。え、若林を見せてください。しょうがないな、もうしょうがないな。あんま比べないよ、若林とポティプなんかと比べないで。これ買いな、これ、これおすすめだよ。ファミコンのソフトで今んとこ一番おすすめだわ。島津でこれですからね。そうだからね、パンチングやっぱ飛び出した方がいいかな。森崎は高いボール身構えちゃダメだね。メンタルを評価する。メンタルだの。ミスには低いボールの方が得意なのか。そうでもない。あ、一緒か。ハイパーバー250か。なるほどね。森崎はね、そう、あ、見過ぎ大丈夫か。ちょっと見過ぎ大丈夫だった。見過ぎ、あ、大丈夫、よかったよかった、大丈夫だ。よし、大丈夫だ。未遂回復した。大丈夫。心臓戻った。8番でしょ、日体。行きます。じゃあ、ノーマルタイプで行こう。よし。
あ、ちなみに明日はね、なんか今さっき連絡あってね、遅くなるからちょっと厳しいかもしれない。もしかしたら多分あんまり期待しないで、明日は明後日やるかもしれない。行きます。ドライブシュートがビューンとなればゴーラーもらったらやったぜ。僕らの翼くん、イエーイ。なんだこれ。よし勝つぞ。韓国だ。ないね、ないな。確かにドライブ最近弱くなってる。タイガーアタックはダメか。お、あ、ファールか。惜しいな、当たったのにな。うん、いないよ。あ、誰かいたんじゃない。勝ちたいんだよ。まず先制取りたい。先制は絶対取りたい。もう勝たせてくれ。来る、パスか。ワンツーやべ、マサオクリア。くっそまあまあ先生ってはいつものことだ。まあしょうがねえ、これはまあいつも通りだ。気にすることない。追いつけばいい。追いつきて追い越せばいいんだよ。追いついて追い越せばいいんだよ。レベルアップしたんだよな。本当だよな。言ってもしょうがない。いつも言ってもね、しょうがないよ。今日5、パンチ5上がってんだけどな。全部でトータル5上がってんですけどね。おかしいね。本当。あー、ペナルティーじゃないか。キム、日本のゴールはいつも空っぽだぞ。早めにヒューガに目を出してガッツ回復狙った方がいい。マジモリ。そうね、ここでヒューガ行こうか。キーパー森崎くんだから取れない。あー、でも壁があるか。あ、失敗した。ヒューガじゃなかったね、ここね。失敗した。荒れてるね、今回の試合。蹴散らせ。あ、ねえ、あ、いきなり荒れてますな、今日は。今日じゃねえ、この試合は。しまってよ。ここに一応フォロー入ってもらって、一人。イーグルだったな。帰らないよね。イーグルか。4-7 でスカイラブかな。例えばこのゲームのパンチの数値が握力としたら16が21になったところで小学生レベルよ。そのまま打ってオッケー。森崎この試合も平常運転ですね。このままネオタイガー行く？ある？ネオタイガー行ってみる？じゃあ一発壁に当たっちゃうんじゃね？大丈夫かな？打つか。ジャブツバでは韓国雑魚扱いだよね。壁吹っ飛ばそう。そうな。ファイン。もう全員蹴散らすか。いける。ネオタイガー。勝ってくれよ、頼むぞ。威力が落ちてない。おっしゃ、ナイッシュー。よし、ナイスゴール、ゴール、よし、ネット破った。でヒューガーちょっと温存だ。あとは翼、美咲、三杉、松山とかで行こう。まあマサオとか。ネット破ったね。惜しい、松山よかったのに今の。やべえ、いきなり来た。ブロック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 。ワンツーかよ。うっマユチやめて。やめて。おっしゃ、くそ。うわー、2枚入ったのに。惜しかったな。いきなりもう接戦だよ。ボディしやすいか。作者サッカー知らないからね。
元の知らない人だからサッカーを。まずいな、これで2点差はまずい、すぐ追いつかないと。スルーをもっと使っていこう。パス。本当？そう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 、ダメみたいですね。あー厳しいか、スルーじゃないな、これがパスだな。あ、そうなの。6番って誰だ、6番誰だ、いいとこにいる松山。あ、いけるいける、スルー、キーパー来たぞ、うめえ。いけ、シュート、いけ、頼む、入れ、よっしゃ、ナイスシュー、ナイス、よかったよかったよかった、キーパー出てきた、ありがたい。で、何、翼を、おー、あ、ワイカツ資格なんやけど、なんかつスタコンってあって高橋洋一よく来るよ、イベントに。あ、本当に作者が服振ってたらどこからでもドライブタイガーシュートだっただろうな、コスパいい、これはいけるぞ、いける。まあ、ヒューガを下げる、ヒューガ下げて、ミサキと変える、ヒューガをじゃあ、どうしようかな、ミサキ中に入れる、ヒューガをじゃあどうする、ドリブルで持っていく、サイドから上げたいんだよな。ワンマークできないっけ。できないね。ワンマークはできないな。ポジションチェンジでヒューガを。ああ、なるほど。ヒューガを、ミサキと変えるか。なるほど。7番か。一応回復するよ、徐々に少しずつ回復してる、使わなければ、何もしなければ、あと後半入ればちょっとだいぶ回復する。だけどさ、止めらんないと意味ねえんだよな、これを。マジかよ、ディフェンスついてんのに、くそいつ触れるんだ森崎。そうなぁ、先か。本当だよね。じゃあと何レベル上げればいいんだよ、もう。そう、歌えたら基本終わり。何それ。パス。美咲。あ、そうか、新田か。そうだ、マサオじゃねえんだ。本当だよね。絶対こいつみんなに怒られるよ。じゃあ前半も終わりだな。まあ、まだ9分か。あ、ここでワンツーありだね。いけるね。あ、美咲はドリブル強いから大丈夫だけど、高いボールか、そうね、ジャンボで打てねえけど、ドライブオーバーヘッドいくか、うん、パスしたいね、これはね、翼で行ってみるか、やっちゃった、 ありがてえ、ナイス、よくカバー入った、競り合いの時に、ね、パスはダメだ、やっぱり取られちゃう。猿よくやった、あ、いいとこにいるな、スルー、これいけるな、スルーしちゃおっかな、しちゃお、翼でちょっと温存だけど、松山トラップ、ドライブ、トラップなんだっけ、イーグル、松山決めろ、
気入れ。うっそ、うっそ、マジかよ。取ったよ、カットしたわ。まだだ、まだ。ねえ、ね、これ、これパスで翼、翼に行こう、翼。これを、低いボールダメだからドライブ、トラップオーバー。あ、ドライブ、どうしようかな。低いボールだからツインシュート行ってみるか。入ってくれよ。ツインシュートダメかな。入ってくる。くっそー。まだだ、まだだ、まだだ、まだだよ、まだまだ、まだだ。どうしようかな。カミソリシュートはない、パスだな。新田にパス出して、カミソリシュートは弱いね。新田にパス出して、でセンタリング上げて、あ、はやぶさ。これスルーいけるかな。あ、ボレー行く？行ってみる？うん。いや、どうだこれ。無理。無理だけど、無理だけど。うわ、キーパー来たわ。マジかよ。キーパー来ちゃったな。うわー、キーパー出てきちゃったな。どうしようかな、これ。パスはねえな。シュートだね。うん、シュート。シュート！いけ！やったー！燃費いいぞ。やった！ボレーシュートだからそんな使ってないでしょ。ガッツを。あ、いいね、いいね。美咲がちょっと死にそうだけど、やばいな。美咲やばいな。よし。新田ちゃんと決めてくれよ。新田ね、やっぱきつくなってきたね。使えなくなってきたな。あ、パスか。ダメか。やめてくれ。頼むよ、マジかよ。せっかくシュート決めたのに。ほんとあっという間に決まるな。ほんとにあっという間に決まりますね。せっかくの苦労が水の泡。ね、本当だ。わずか30秒で苦労が無駄になるからな。まいったね。本当だよ。あっという間にくれてやるんだから、もうそんなのねえよ。そう、そうなんですよ。あ、ジャンボレ、ジャンボレ。入ってくれ、頼む。あ、くっそ、マジかよ。うわぁ、美咲死んじゃったな。入らないか。キーパーやるな、向こうの。やっぱスルーはちょっと対応しないとこれ無理だね。イーグルだな。あ、イーグル、イーグル。ここはイーグル。ここで同点でなんとか終わりたいな。ここは絶対イーグル。美咲ここにして。美咲ここにするか。
スルー3回なかなか厳しいよ。コーナーキックか。イーグル。そうかもな。お、あードライブをあれか、ドライブタイガーかじゃなくてさ、これ取ってよ。もう取ろうよ。ちょっと待ってね。あー松山も死んじゃったな。まずいな。ドライブどうしようかな。これも時間ないな。今ね、あれ、今ね、ドライブタイガーイベントです。翼にパス、ドライブタイガー打てるかな。時間あるかな。200、翼にパスか。時間が、そう、時間がないんだよね。翼どこ行った。うわ厳しい。ここのパスは厳しい。これ厳しいわ。翼パスの、そうね、あーもう置けないわ。そうだな、それでよかったな。三崎スルーの翼で行くか。あーおい蹴らせてくれよ。もう蹴らしてよ。考えてるときもこれ時間経ってんのか。そんなわけないよな。いつも笛吹くんだあの人。審判ねひどいんですよこれ。三崎はヒューガと交換で、ほんと蹴らしてくんないんだよ。そうだよ、あソフトは自分のだけどね。ゾートミスリ交換でしょ。1点差か。ヒューがいけるね。翼もまだいけるね。よし、あと2点取んなくちゃ。あとはいいね。よし、こん、カズオとマサオ変える。カズオ617、マサオが776。あーなるほど。スカイラブは全然とか、カズオとマサオに渡ってないんでね、ボールがね。あのシュートはもう期待しないから、あいつらにはスカイラブは打たあの入らないんで、めったにしょうがないね。あいつらディフェンスだね。ミスギくん、ミスギのハイパーオーバーもう決まってくんないかな。もっと決まってほしいんだよな。てか美咲がやばいな、死ぬな、まずいな。お、通った。このパス通ったか。兄ちゃん、あ、ジェミニアだ。ここだと出ちゃうか。大丈夫か。ヒューガスルーの翼か岬。ヒューガスルーで、これスルーして翼が岬。頼むぞ、スルーしてくれよ。よし、あれ敵が取りに来るの。あー無駄じゃないよ、あれ強いよ。見すぎ、いけ見すぎ。空っぽか。ハイパーオーバー、ヘディング、また落ち着け落ち着け。空っぽだね。ただディフェンスがいると思うから大丈夫かな。ヘディングでいけるか。ディフェンスいないかな。大丈夫か。頼むぞ。おい、はい、でおっしゃ、低燃費。よしよしよし、よし、これはいい、これはいいシュート、いいゴールだ。
あと1回ね、フォワードのあのディフェンダー当たったら捉えてたね。ディフェンダーにパスカットされ、あのカットされてましたね。ねえ、やったね。しっかり守って、韓国よし、ここで守って逆転だ。守って逆転だよ。逆転。フリオスミス。エンジン壊れるけどね、すぐね。ちょっと待てよ、これは。これまずいぞ。そうね、このワンツー取れればいいんだけどね。なってないよ。マジかよー。あぶねー、ポストさん。ポストさん。ありがとう、ゲットラップ。死んでないぞ、誰が死んだとか言ったのは。死んでねえぞ。よし、カウンター、カウンター、よし、いけいけいけ、ゴー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 、ここでパス、ここパス、ヒューガーか、ドライブタイヤ、ドライブタイヤがないからできるよ。うわー、囲まれた。ちょっと待てよ、囲まれた。一回翼にパスするか。強引に行くか。なるほど、これがあったか、そうか。いけるかな、あんまり信用しないんだけど、これは。この間止められたしな、この間。あと1人、あと2人、あー勢いよ、あーまずいな、よっしゃ抜いた。ネオタイガ行く、つば、あーでもヒューが死んじゃうな、どうしようかな。ネオで行くか、あー翼入ったな、あーでもいいや、ネオ行こう。ヒューガーもう死ぬけどしょうがねえ、頼む決めてくれ、ネオタイ、ネオで行くタイ、あちょっと遠かったか、大丈夫か、よし逆転、初めて逆転した、よし行った行った、ちょっと待ってね、これでヒューガーは死んでしまったので、ヒューガを、あでもヒューガ、いやこのままにしとこう。あと20分だね。うん。だ翼をね、やっぱ中盤に、中盤に置いときたい。あのパスカットとかいろいろしてもらいたいから。ここからだよな、問題はな。オーダーのカミソリタックル、松山パスカット、いける、あうまい、そうだ、よくやった、よく取った、ナイス、新田沢田はダメだよ、あてかミスギが入るから絶対ダメ、沢田使えねえ、松ガッツ使っちゃうか、厳しいな、そうだよ、本当だよ、森崎回しちゃダメだよ、そうね、まず、普通にかわせるな、翼はな、あそっか、見過ぎもいるのか、そっか、ヒューガネはダメだから、高いボールは松山いける、これスルー、松山これをスルーして、で松山来た、
ドレイボーバーなくなっちゃったよ。もう5分、5分しかないからさ、あれ。よし、いけ松山、決めろ、決めてくれ松山、頼む。嘘、1対1でもダメか、ダメ。あ、ドライブオーバー、そっか、ドライブオーバーがあったか、そうか、そうね、イーグルちょっと厳しいね、厳しくなってきた、本当にイーグルは本当厳しい。翼マーク外れてほしいからここにして、そうな、先も厳しいな。イーグルってやっぱロングから打った方が威力あんのかな、そんな気がするな。打てるとき、そうね、本当だね、ドライブオーバーあるの忘れてたよ、ドライブタイガーのことばっかりだった。本当だよな、もう1点取んないと負けるよ。低いか、高いボール来ないな。いやー、ちょっとツインシュートはこれ弱いからな、ダメだ、低いボールダメだな。スルスルー、いや、スルーして、カズオか、で、また、パス。あ、来た、行きます、ドライブオーバー、頼むぞ、入ってくれ、遠いけど、ちょっと遠いけど、頼む、入ってくれ、入れ、入ってくれ、やったー、2点目、2点差か、2点差、よし、あとは時間稼ぎとしっかり守ろう。まさか、まだだよ、これじゃ油断できないよ、まだこれはね、まだね、まだですよ。あ、ドリブルか、もうやめて、ふざけんじゃねえよ、うわっ、自投も取れないのか、あれダメか、自投もダメだよ、ちょっとこれ時間稼ぎ必要だな、あと1点、あ、もう1点取る、もう1点取んないとこれ負けるもうさっきからバレバレなんですけどね。暑いな、あ、そうね、ミスリか、バカ、あ、バカ、あれか、いや、ね、点数狙いたい、もう1点取りたい、できればパスをうまく回してドリブル使って、もう1点欲しい、できればね、でしょう、1点差で厳しいでしょう、そうだな、ちょっと回復しないとな、マサオ、Jリーグカレーよ、Qがスルー、ジャムリか、翼300か、8番誰だっけ、8番見すぎか、見すぎだな、これスルー、スルーの見すぎ、そうそうそう、そうなんだよな、ハイパーオーバー、頼む、あれ、あ、これ三崎だ、間違えた、あれ、あれ三崎、お前じゃ違うよ
行き過ぎた。パスパス。何やってるんだよ。三崎じゃないよ。なんで行き過ぎちゃうんだよ。いや多分、ね、今スルーがね勝手に行き過ぎてる今で。ここでハイパーオーバー。頼む。いうわくっす、うわぁ嘘だろそれ。ここまでやるか韓国ひどいな。これはひどすぎる。飲むよ。やべえ、誰もいねえ、誰もいねえ。身構えてしょうがない。うわくそくそ、いやくそ。あと1点だ。あと1回シュートで決まっちゃう。あと1回シュートで終わりだ。ここ慎重だな。ここ慎重。ヒューガーは何も打てないが翼は打てる。翼ドライブいける。ミスギはハイパーオーバー一発いける。松山どうじゃない、イーグルいける。ジェミニかスカイラブ。危ない危ない、ちょっと危ない、ドリブル危ない。よし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 、中入ってくれた。11番正岡、翼は、翼低いボール入っちゃったか。低いか。どうしようかな、低いの入っちゃったな。ちょっと待って、一回高いボールになってほしいんだけどな。マサオじゃねえ、ちょっと決めらんないかもしんない。スカイラブツインだとちょっと厳しいけど、でもマサオでいけるか。すぐ決まるんだけど。崩して、ちょっと一回崩すか。翼はねトラップドライブの方がいいんだよここは。嘘、あれ取られちゃう、マジかよ。あぶね、いけ、翼、翼、ちょっと待って、ちょっと待って、キーパー出てきた。打つしかねえ、もうツインシュート行くしかねえわ。もういやトラップこれどうなの、これ来る、スルー、スルーは、スルーはダメだね、スルーダメ、スルーこれどう、ダメでしょ。ヒューが取らないでしょこれ。だよね、これ打つしかないよね。あ出てきた、頼む入ってくれ、ツインシュート入って、入れ。嘘だろ、待って待って、落ち着け落ち着け。マサオ、マサオ、マサオ、おかしいでしょ。ちょっと待って、落ち着け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 、ガッツが足りない、ガッツが足りない。なんでだ、ちょっと待って、頼むぞ、空っぽになってくれよ。ヒューガ、ヒューガ頼む、ヒューガ、こじろ、おい、うざってんなよ、うざけんなよ、おい、ちょっと待ってよ、うざけんなよ、審判やめろ、おい、
そりゃないよ、そんなのないって、そりゃないよ、やる気失せるわ、ちょっとひどすぎる、ちょっと待って喉乾いちゃった、なんだこれ、何勝たしてくれないの俺には、ポストでおかしいでしょ、ポストおかしいよ、2回も出るなんておかしいって、あれどんだけ韓国優勢なんだこのゲーム、神回だよ本当、神、本当ある意味神回だな本当な、裏の意味で、なんでこれ、ちょっとポカン状態なんだけど、おかしいもう一番笑ったの美咲のガッツがないで、もうね力抜けたわ、あどうしましょうこれから、あちょっと落ち着こう、一回落ち着けね、食べた力が抜けちゃう、ガッツが足りないじゃねえよ、もうほんとねおかしいよ美咲くん、ああいいとこだったのに、ああそうかね、そうだったかな、スカイラブ打ってギリギリか、まあ結果論だなそれはな、しょうがない、スカイラブはねブレるからねボレーの方がいいかなと思ってボレー打ったんですよ、そしたらね思いっきり当たったねそう結局ポストなんだよな、ねえなんかねおかしいよね、そうこれファン多分そうなるな、まあそういうことだな、さあどうしましょう、ねえ今すごい惜しい、今勝てた試合をねすごかったんだよ、ちょっとなんとも言えないんだけど、ポストが2回出てねガラ空きのゴールにね入らなかった、ガッツが足りないきついねあれね、ガッツが足りないね、まあまだ負けたわけじゃないんで、いきます、遠行まで行くんで、これで勝てなかったこの審判とね、もう呪うわ、もう今日ラスト試合だこれ、もう力もう一回ちょっと一回締め直そう、気分を気持ちを変えよう、俺だってもうガッツポーズ仕掛けたよ、本当だ、やられた、あ、よくやった、ナイス、よくやった、ヒューが諦めてないかな、まだそうだ、後半まであるからな、ちょっとガッツ温存、いやというかまず1点取ろう、まず1点絶対リードしのかないと、あとあときついから、まあ、そのままでいけるかね、テクモさん見てる、すごいよあなたのとこゲーム作った人いないかな、いやこんなことあるんだな、なんであれうちが出ないんだろうな、うちではなポスト2回なんてめっちゃ出ないのに、みんなも発表したんじゃないの多分俺だってもう手に汗握ってさ、ガッツポーズでよーしって言おうと思ったらボイーンボイーン、ガッツが足りないなもんな、神回決定戦今年2番目ぐらいの神回かな、もう爆笑会だよなそうだね、どうやってシュート打つかだよな、強引なドリブルか、ヒューがどんぐらいある、218か、まあ、タイガー打てないからな、そうだね、マスオにパスだね、ちょっとキャプツ
島の作者さん見てないかな。あんたのゲームすごいよ。あなたの書いた漫画はすごい。スルーだ。スルーしてミサキ、翼スルーのミサキ、ヒューはそこじゃ無理だ。翼はねちょっと後半まで温存しときたいんだよな。スルー、これスルーしてキーパー出てきた。やった。いや落ち着け。俺外してんだ。今日外してんだ。1分の2、2分の1なんだよな。よし。大で行こうかな。いやなんか見過ぎが決めそうな気がするから見過ぎ。見過ぎ。左で止められたねさっきね。そうな。右だな。ほんと来るね。これはほんと来そうだよ。左で決めて、左で外した。あ、右で決めて、左で外した。俺の直感でいきます。よっしゃー、入ったー。よし、1点目。まず、後半1点、前半1点。よし、入った。あ、この1点は考えない方がいいな、なるべく。もう1点取ってやっと喜べるな。よし、まずでも逆転した。これでかい。あー翼ダメか。こんばんは。ラスト試合、これヒューガもタイガータック使っていいよね。さすがにこれ止めないと無理だよね。ヒューがちょっとガッツなくなるけど、止めなかったこれ意味ないからな。しょうがないね、いつもガッツだ。あ、え、三杉くんフリー、え、フリーキックしちゃった？ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、大丈夫か？ガッツ大丈夫かこれ？うわー、うわー、くそ。壁防げないのかよ。ちょっと待ってよ、残りガッツ大丈夫か。あ、ヒューが大丈夫か。よかったよかった、大丈夫だ。あと6分か。あっという間だね。ダメだ。おお、反則ダメだよ、それは。あんまりでも反則さ、もらっちゃうとさ、フリー、ペナ、ね、ロスタイムが長くなっちゃうからな。俺、勝っていいんでしょ、これもう。もう4、3回目だよ、今日。今日3回もやってんだよ、この試合。やばい。薄着275だね、やばいな。ちょっとやばいな。最後半で帰るわ。後半で帰ます。面白くなってきたんだけど、俺ヒヤヒヤしてんね今。一応気持ちを切り替えてやってんだけどね、さっきの方がちょっとやっぱダメージでかいっすね。あ、そっか、松山がいるのか。松山いた、まだ松山がいるんだ。危ね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 。ヒューガ？そう、うわー、どうしようかなこれ。キーパー出てきたな。オーバー行ってみるか。あ、なに、ノーマル？いけ。おっしゃー、やった、入った、ボディシュート入った。よし、低燃費シュート、低燃シュート、あと止めるだけだよ。早く笛吹けよ。俺さっきのあれ、日本に言う、なんだろう、劣勢にしてんだ日本を。タックル、タックル、見過ぎ、パスカット、翼タックル、頼むぞ兄ちゃん。
マサオ、マサオじゃなくてカズオ。よくやった、よくやったぞカズオ、本当よくやった。兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん、いやこれヒューガもうタイがいいわ、もうガッツなくなってもいいよお前は、もうヒューガいいよ、明日バイト行けなくてもいいよヒューガは。タイが、あ、ガッツが足りない、しょうがない、ドリブルで行こう、強引で行くわもう。え、吹っ飛ばされた、何してんねん、何してんのヒューガ、使いの物言っちゃうからね、もう笛直すなよ、笛直すなよ、ここで笛直すなよ、シュート決めてから笛直せよ、笛直すなよ、絶対直すなよ、直すな、直すなよ、直すんじゃないぞ、よっしゃー、よーし、入った入ったよ、さあ笛鳴らせ、さあ鳴らすんだ、鳴らせ、よし前半2点、でかい、マサオカズオナイス、立花兄弟ナイスだ、あと2点、あと15分だ、いきます、ミスギまだいってるわ、いけるいける、これでかいね、スギ君、自分もうろうろしてます、思いっきりスペースできてるよ、あ、そこだでもよかったか、いや時間稼ぐよこれは、もう本当に、うわうわ、そうだ、いやあのね、マサオはねちょっとパースがやっぱ弱いですね、パワーアタックのディフェンス、パワーディフェンス対したいんだけどさ、よっしゃよしよし、なんか向いてきた気がする、こっちにミサキ、ミサキ生きてるか、生きてるな、よし生きてるな、さっきは死んでたけど、誰か上がれ上がれ、そうね、ジャンボレか、ワンツーワンツージャンボレか、もちろん油断をしないよ、カットすんなよ、あれキャッチしちゃった、低いボール来なかった、おかしいな、翼行くか、翼で行こう、翼翼、あーこれも低いボールか、厳しいな、松山か正雄、よしこする、いっぱい時間使えばいいんだ、時間使って、そうよし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 、トラップの松山くん、イーグルショット頼む、イーグル来い、あーこれを翼が決めろ、低いボールか、待って待って、スルーダメだな、シュート、ツインシュート、もう打つわ、打つ、ここ打つ、うわーキャッチか、うわーツイン弱えな、やっぱり、うわーキャッチですかそれは厳しいな、
しょうがない、今のはしょうがない、もうどうしようもねえわ。まだだ、まだだ。あと6分あるから、いや攻めたい、もう行ってほしい。たまには俺だって10点取りたいよ。ないよ。マサオも一発、あマサオも一発いける。これ誰、カズオか。余ってるね。石崎はディフェンダーだからね。これスルーしてさ、松山、そう松山スルーで、カズオでいけるんじゃない。厳しいか、これ取れないかな、無理かも、ちょっと遠いな、そっち行っちゃうか、無理だよね、無理だな、これは取れねえわ。麻生センターに回るよ。あイーグル、ヒューがスルーの、あ翼も打てないのか。そうね、イーグルでカウンター食らいたくないから、どうしようかな、逃げます。4分、5分切ったら打つわ。逃げた。いやこうやって中を散らしといて、いいんだよ、こういうのも試合あるありだから、ありあり、よしよしよし、いいとこいった。見過ぎやばいね、やべえ、今日しょうがないよ、もう死んでも勝つしかねえんだよ、もういちいち心臓病でごちゃごちゃ言ってんだ、見過ぎは。死ぬしか、死んでも勝つんだよ、あの世に行くんだったから勝って、勝ってから行って。どうしようかな、松山か、監督厳しいよ今、負けらんないからね、ここはもう。あ、またいたこと言ってんのよ、見すぎ。あれはバランス崩してないよね、ダメか、崩せなかったな、バランス崩してないな。どうしようかな、打つ、打てる、打つか、打つか、あーガッツが足りない、ガッツ足んない、ダメだね、来る、そうだね、壮大戻そう、ちょっと打てなかった。スカイラブノーマルはちょっと厳しいかな、カミソリパス、パス、パスです、パスからの翼、どう回復した、無理か、ヒューガも無理、ヒューガこれ何が打てるんだ、ボレーシュート、オーバーヘッド、ジャンボレは厳しいね、ジャンボレ、ジャンボレか、スルーボレいける、ジャンボでギリいけるな、ミサキにパスか、ちょっと遠いな、一回翼にパスするわ、一回スルーして誰か取って、あそうか高いボールか、えスルーして、このスルーってこれ翼取るかな、取れそうだねこれ、翼いくんじゃね、無理か、あでも翼ダメだ、ガッツねえわ、オーバーヘッドいくわ、ガッツが、あガッツがない、あれオーバー150じゃなかったっけ、あれヘディングなんか打てないよ、160か、誰もとスルーでもいいかな、スルーしかねえな、いやヘディングじゃこれ多分キャッチされちゃうよ、スルーちょっとやってみるわ、
これで、まあ、取れて取られたらもうしょうがない。あ、スルーした。うまい。うまい。うまいぞ、これは。いけ。翼いけ。やった。勝った。よし。よし、勝ったぞ、これ。ナイスル、今の。あとは笛だ、あと笛。初めて10点取った。あ、てかリードの状態で。カツがね、そんなカツがない。まさくん死んでます。パスカット。これなんか序の口じゃまだ14点があったから、昨日は余裕余裕。見せ場作っ、うわぁ、やれんのか森崎、やれんのか。ここからでも調子こいてると本当負けそうだから気をつけよう。こっ、これがあるからね、ゴールデンコンビ使っちゃうもん。森崎くん、翼くん、よかったよ、点数開いといて。やった、勝ちました。やった、よっしゃあ、ね、諦めなくてよかった。いやー、すごい試合だった、本当にやりました、ありがとう。やったー、やっと勝てた。さあ、ここから本番だ。終盤入りますね、もうね。ここから世界大会終盤です。いやー、すごい試合だったな。マジ、ここから本番だよ。ここからもうほとんど止められないから。ウガイマ来たか。ね、こっから確かレベルそうだね、上がんなくなるんだったかな。すごい試合だったな、本当。フランスもいるんだ、フランスも。あ、新技があったわ。いやー、すごいな、ほんと。ひどいな、ひどいじゃねえわ。もう、接戦だった。あ、出た、シュナイダー来たよ。これがやばいんだ、これが。ファイヤーショット。ヒールリフトは禁止ですね。で、ブラジルだよ、ブラジル。真っ黒だな。やばいよ、本当にやばいよ、こっから、マジで。止められることないから、ほとんど。確か。レベル上がれば、まあ、触れる程度にはなるかな。なに？あ、出た。裏切ったロベルト、裏切ったな。まあ、元々ブラジルか。ネズミ。あ、そうだ、今日防御率ゼロだった。防御率一回も止めてないんだ、森崎。そう、ドラえもんみたいなね。バスコダガマ。こっから、じゃあ次回。
ほんと一回も触ってないんだよな、森崎な。原作翼組ロベルトのことはいいの。ロベルトがブラジルースの監督になって驚いたよ。だけど相手が誰であろうと俺たちは負けられない。よくそんなこと言えな、翼くんな。今優勝目指して戦うだけだ。ロベルトも同じ考えのはずだよ。いや、森崎は限界のような。セーブ、あのメモしとかないと。あ、ちなみにあの関東、あのマネージャー石崎になりました。女の子いなくなっちゃった。こっちはロベルトところの話じゃない。本当だよ。今日のスコアメモよ。そう、猿がね、女口調で喋ってるんですよ。石崎はね、マネージャーになっちゃった。森崎どう？上がったレベル上がってない？森崎、指一本触れることなくお前らチームを倒す。上がってね。じゃあ次回からね、本番最終戦ですね。これでもこのリーグでもう終わりなんで。ありがとう。いやー、すごかった今日は。21、いつも通り。お疲れ様でした。終わりが見えないけどね、ぶっちゃけ。そうな、まあ、クリアはできると思うんだけど。明日はね、ちょっとできなかったら明後日やります。明日10時までいなかったら諦めて。ちょっとね、遅くなるかもしれない明日は。いやー、すごかったな今日。多分一番このキャプツバやって一番盛り上がったんじゃないかな今日は。おでんの中でも。お疲れ様でした。手に汗握った人いる？あの状態、あのさっきのポスト2連続のガッツがない。動画楽しみにしてます。はい。あ、間違えた。これじゃない。お疲れ様でした。ちょうどいい感じ終わったな。今の連載か。あ、たまにね、昔のアニメ誰か配信やってるね。もう今、今、いい。うん、これ何？あ、こっち側か。お疲れ様でした。よかった、でも勝てて。今日1試合しか進んでないけど、まあ、しょうがないよな。こんなペースだから、これからは。そう、何度も抜かれてたまるか。お疲れ様でした。いや、白熱してよかった。お疲れ様でした。疲れたけど。おやすみ、お疲れ。お疲れ様です。一応、ダメだった、明日ダメだった、明後日やります。本当に疲れた。オツでした。手に汗握る試合だったね。本当な。本当だわ。お疲れ様でした。ポストひどいよ、今日、本当に、はい。ここから数日かかるのを覚悟で頑張ろう。おやすみ。多分ね、来週中には終わる。来週には終わるわ。おそらく。来週ぐらいには終わるでしょ。おやすみ。寝て。じゃあね、またで。多分パープロに行けると思うんだけど、大丈夫だと思うよ。